どうですか？左の方かな。そっちの方が入ってる。オフショアじゃん。いやちょっとなんか冷たくなってそうな感じするね。少し風がぬるすぎて。これ SE の新商品らしい。これはこれでちょっと綺麗だけど。サイズダウンしたんだね。腰腹セットあるね。たまーにだけど。まあちょっと考えて。Hey, what's up? ライボイライフチャンネル、いつもご覧ご視聴ありがとうございます。本日も海に来ました。茨城県鉾田エリアです。で、今日はね、流通にね、前の動画でも、映像で紹介してるんですけど、流通。まあ、もともと、プロサーファーの資格を持ってたサーファーなんで、まあ、地元の後輩です。一緒に、向かってきました。今日はね、オフショアがちょっと強くて、南西の風かな。で、面の方は、まあ、まあ、いいんですが、やっぱサイズがちょっと小さめな感じです。もも、腰、腹。まあ、たまーにね、間隔長いので、たまーに来る最大セットで、まあ、胸下ぐらいのサイズなんですが、でちょっとね、波は短めで、ファーストアクションやったらちょっと繋がっちゃったり、熱くなっちゃったり、そこまで、フィニッシュまで綺麗にね、数発できるような波ではないんですが、ちょっと、ね、せっかく来たんで、サーフセッションしたいと思います。動画の方にね、いろいろ、リュウツのライディングとか、いろいろ載せていきたいと思いますので、今日はね、僕の GoPro メインはメインだけど、その中に、ちょっと、他のサーファーの映像を撮っていきたいと思います。さあそれでは最後までご覧ご視聴よろしくお願いします。さあそれでは行きましょう。レッサー。これまだ来てる方でしょ。波そうだね。やっぱ腰もも腰たまにセット腹胸ぐらいセットが来ればね少しサイズあるけど。久しぶりにこのビーチにこう車を止めてサーフィンするね。乗ってます。違うね。波どうだか聞く？コンディションを。違いますか？よく、え？マジか。最初入った時ちょっとできたけど、だんだんダメになってきちゃったね。なんか少しこっち側の方がいいよね。なんかこっち側の方がちょっと分かりやすい。最後がつながる。ちゃんとこっちはサイズはあるけど、入った時はこっち割れてたんだけど、うん、だんだん割れなくなっちゃって。うわ雨も降ってきたよ。こっちで軽くやろうかなって感じ。どこもどうせ良くないからさ、せっかく来たし入んなくなっちゃいそうだって。確かに。レッサーオフ。あ、冷たいな。
違うところでサービスしたんで、基本僕の映像だけになってしまったんですけど、やっぱ風がちょっと強くて煽られる感じで、で潮もねちょっとまだ引き足りない感じで、ちょっと難しい、小さい波になってしまいましたが、まあどうでした？全然乗れなかったですね。まあそんな感じで、まあ動画見てもらって分かると思うんですけど、まあこういう日もねあります。まあ、またいい時やりたいと思いますんで、次回もお楽しみにしてください。さあそれでは次の動画でお会いしましょう。 See you。 どうぞ。 See you。